会いたーい。会いたーい。はい。9月3日土曜日、本日も始まりました本音ラジオ。沖縄と世界を結ぶエンターテイナーさっちゃんです。ゆったしくおにげさびらー。お願いしまーす。そしてはい、私お久しぶりでございます。はい、学び場沖縄のウッシーでございます。よろしくお願いしまーす。あ、なんかその辺テンション低いけど。はい、どんどん上げていきますよ。はい、そしてはい、学び場沖縄、まあ最近はちょっと藤枝塾の塾長として登場していることが多かったんですけども、今日は学び場沖縄として、はい、副代表の藤枝裕二ことビバです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして本日も豪華なゲスト3人、はい、はい、来てくださってます。まず1人目からお願いします。俺か。はい、なんていうの。まあ名前、まあ普通に大丈夫ですよ。名前、うん、まあ、学び場卒業生の崎山流星です。流星よろしく。おお、そして声だけ登場の、学び場卒業生のメカレ深夜っていいます。深夜お願いします。いいですね。そして言っちゃってんの。よろしくお願いします。名前前田龍です。龍です。お願いします。はい、素敵な顔ぶれですね。緊張してるね。初だからね。ラジオ初めてですからね、うん、こういうとこに入ったことも初めてでしょね、うん、初めてですか。人生初のラジオですよね。でしょうね。ちょっと海で遊んできた海疲れもあってね。そうそう、びっくりしましたよ最初。だから、ね、はい、FM ギノワのね曲の方に入った瞬間、3人がね窓に向かってすごい人生に疲れたような感じで、ぐだーって、うん、自分よりも長い感じで人生経験で聞いたらね、うん、今日海行ってきたんですよね。そうなんですよ。はい、海でした。多いですね。どこ行ってきたんですか。あ、じゃあちょっとその辺の経緯を、うん、はい、我が代表ウッシーから、はい、いろいろ説明してもらいましょう、ね、はい、はい、ですね、今日は学び場沖縄の保護者会、はい、ということです、ね、保護者会です。保護者会です。はい。ついでに、卒業生呼んじゃおうっていうことでね。うん、生徒も含めてみんなで盛り上がっちゃおうということで、戸口ビーチに行きました。ね、保護者会といっても別に教室の中でやらなきゃいけないとか、うん、学び場沖縄全く思っていないので、ね、こんなに綺麗な、ね、青い海と空があるんだったら、その下で保護者会やっちゃうのがいいんじゃないっていうことで、今日は戸口ビーチで保護者会やってきました。がっつりちゃんと保護者の方とも話をして、真面目な話もし、ね。で、子供たちはサップやりすぎてちょっと疲れてるっていうことなんです。ちょっと待った。サップって何ですか？あ、そうかそうか。サップの説明が必要ですね。うん、はい、ラップとは違うんです？違います。はい。サップね、最近ね、流行ってます。知らない知らない人もいると思いますよ、はい、そうですね、はい、サップ、ね、うん、SUP です、ね、スタンドアップパドルの略です、ね、サーフボードのちょっと大きいものの上に乗って、ね、パドルで漕いで遊ぶ、うん、旅をすることもできますが、そういったものでサップと言います、ね、最近すごい流行っていて、まあ、この間龍は県総合運動公園でサップ体験プールでやって、はい、で今日はそのままね、他の子たちは海、まあビバも今日初体験でしたね。はい、ということで盛り上がってまいりました。約小1時間2時間近くか。そうですね、2時間近くやってましたね。はい、初めての人にとっては結構大変、うんうん、バリバリ体幹が鍛えられるんです、これ実は。ですよね。そう、結構いいです、体にいいです。ほうほうほう、はい、筋トレになります。立って漕ぐ感じですか。立って漕ぐ感じです。これ立たなくても大丈夫ですかね、うん、座っても大丈夫。寝てたりとかね。寝てもできるんですね。はい、今日の3人ゲスト3人はサップできてました。できてました。おー、ね、初体験、やってみるってやっぱ大事ですよね。初体験、はい、サップ、そしてラジオですね。そうです。一日が濃いですね。そう、初体験だらけです、学び沖縄、うん、ね、どんなだったね、サップやってみて。流星くん、サップ、うん、めっちゃ難しい。何が難しかった。立つのがよ、超疲れる。ああ、うん、ただ立つだけじゃないんですね。バランスだよ、半端ない。バランス量半端ない。ただ立つだけだったら別になんですけど、うん、立って漕ぐときね。そうそうそう。そうだから漕いだら、それこそ船がこう右とか左とかに動くから。ほうほう。でその分バランスが崩れるってことね。そうそう。はあ、その方向の転換とかもできたの、龍くんは。
あー、まあ微妙ですね。まあ、できたかできてないかで言うと、うん、できましたよ。あいいねいいね、褒めてください今日は。いやー、しんやくんはこういう体幹を使うスポーツは得意なんですか？スケボーとかも多分。いやもう全然やったことなくて、うんうん、今回が初めてだったっすね。あ、初めてだったんですね、みんなさん。あ、じゃあ一回やったことがあるって言ってました。いや、一回やったことあるのがりゅうくんだけ。りゅうくん、あ、最初にやろうと言った子、誰ですか今日、3人。これは学校でやりたいっていう形になったんですか？まあそうですね。あ、はい、そう、やっちゃうぞっていう。大人の方がちょっと、はい、ちょっと張り切っちゃった感じで。まあそうですね。はい、大概そんな感じです、はい、なんですけども、はい、本日ですね、3人の関わってる、はい、ちょっと学校の、はいはい、説明の方をまず、はい、はい、あ、そっか、お願いします。まだ今日のタイトルコールしてないです。そうなんですよ。ちょっとリスナーさんにも伝えやすくですね。、はい、今日のタイトルは、吉木さん行きましょうか。え、なんだっけ。学び場の生徒連れてきちゃっただっけですね。聞こえないっす。え、エコお願いします。はい、はい、心から言ってください。はい、せーの、2、1、学び場の生徒を連れてきました。でいいですか。本当にですね、はい、ストレートなタイトルなんですけども、はい、そのまんまですね、はいはい、待ってました。だから、ね、本当に待ってました。こういうのがね、そう欲しかったよね。そうなんですよ、はい、私のなんかやりたいことが、その生徒さんを一緒にラジオで共演したかったっていうのが一番、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあちょっとうちの学校の説明、ね、はい、したいと思います、うん、今年で4年目ですね。ほう、はい、今年4年目です。で今年の3月1日にNPO 法人にはなったんですが、はい、学びってこうだよっていうことをいろいろ伝えたいということで、はい、私とビバトで始めた学校です、はい、でいわゆる一番イメージしやすいのはフリースクールをイメージしてくれればいいと思うんですけど、うんね、フリースクールってなんかね、フリーとついてるだけあって自由っていうことですが、そういう意味ではないですね。ただなのみたいな、ね、はい、ね、そう、お金ただじゃありません。お金かかります、ね、なるほど。ただまあ普通の学校のカリキュラムみたいなことはしていません、うん、あ、それもします。勉強もちろんするんですけど、はい、それ以外にいろんなこと体験しましょう、やってみないと分かんないでしょっていうところを一番大事にしていて、うん、その流れで今日も初めての体験ということでサップということです。保護者会もビーチで保護者会ってね、あんまり聞かないと思うんですけど、そういうのも含めてみんなでいろいろ体験して、そこからいろんなことを学んでいきましょうということを一番大事にしている学校です。浦添の京塚にあります、ね、京塚のサイエンシティの、ね、お隣です、はい、ね、はい、今はですね、学校名が少し、うん、変わりまして、て沖縄県で唯一の中高一貫校の歴代学園という、なんかね、それっぽい感じの、そうなんです。素晴らしいですよ。法人化もね、そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、去年の9月から、高校生もね、引き継ぐ形でいます、うんうん、今日残念ながら、ね、高校生4人ともね、いろいろ忙しくてですね、うん、来れなかったんですけど、本当は、ね、引きずり出したかったんですけど、はい、引きずり出すって言葉をね、使うと誤解されるんですが、うん、なかなかね、うんうん、外に出ていくのに苦手な高校生たちが多いので、ね、うんうん、今日残念ながらちょっと来れなかったんですが、おいおい、はい、また連れてこようかなと思ってます。代わりと言っちゃなんですけども、うん、まあ、いわゆる卒業生、うん、卒業生の現高校生ですね、はい、が今日2人来てくださって、ね、それ、はい、今日も来てくださいました。新也くんと新也くんです、うんうん、はい、新也くんはもう少し喋っていいんですよ。多分もね、話したら面白そう。話したら面白いけど、やっぱりなかなかね、自分からこうグイグイ行くようなタイプじゃない。そうですよね。だからいっぱい引っ張り出してください。うんうん、わかりました。ガンガン振っていいです。でも確かに私でもラジオ出てないですもん、高校生は。だからね、すごい、すごい経験ですよ。うん、この年でね、うん、ラジオデビュー。かっこいい。ね、しかも私が思うには、りゅうせいくんすごい落ち着いてません？そうなんですよ。うん、結構こいつは経験値が高いの。なんかオーラがありますよね。そうそうそう。自分で言っちゃう感じ。もうね、ものすごい経験いっぱいしてるので、聞きたい、まあ、学び場沖縄に来るきっかけになったこと、はい、いろんなことをね、うん、聞くとですね、まあ、リュウセイ喋ると多分1時間で終わらないので、うっそ。そうなんです。経験ありすぎちゃってね。はい、気になりますね。一つ映画作れちゃうんじゃないかみたいな。本当に？かなり濃い人生を。沖縄版ビリギャルみたいな。はい、ああ、そう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 。本人が一番妥当な、ね、例えをしてくれました。そうそうそう、はい、
気になりますね。これもまた後半で、はいはいはい、伝えていきましょう。はい、お願いします。はい、なんですけどもどうですか、ここで1曲入れますか。そうですね、はい、はい、そうですね、はい、ここでですね、私の大好きな西野カナさんのですね、いいですね、はい、朝一番いつも聴いてテンションを上げている、モチベーションを上げている曲を紹介させていただきます。はい、はい、西野カナさんで Have a nice day。上手だね、さすが。エンディングなんですね。まあ、まあ、似たような感じですね。お話しされないんです。すごい。でもね、全然緊張するよ。中学生、高校生。あ、ね。かっこいい、落ち着いてるさ。後で聞いたら超面白い。自分の声が自分の声っぽくないし。そういうとき。あれ、普段のとき面白いよね。だからよ。絶対受けよう。21人出てますよ、もう。21人出てますよ、もう。おお、ちょっと多めですね。10分ぐらいで。すごい。やっぱり、生徒さん出てる。もっとマイク近づいてもらった方が声入りやすいんで。次は、あ、じゃあもう呼び名は歴代学園で。そうですね、はい。理事長っていう。歴代学園、一応学園長の立場ですね。いや、紹介した方がいいと思う。 NPO 法人学びを沖縄が運営している中高一貫校の歴代学園、CF で2分ぐらい、はい、で、学部、副学園長、はい、副学園長、はい、副学園長、はい、きっかけに行きます、ね、いいですね、3人のきっかけで、普通の学校とどう違う、聞きたいですね。あ、ちなみに曲フルじゃなくても、あ、途中で、わかりました。はい、飲みやすい、はい、あ、まだ急ぐの、急ぐことない、この曲が終わって、CM が入って、で、まあ、さっちゃんが振ってくれるから、振ってくれるというか、ここから始まりなんだなっていうのがわかりやすい。そうですね、次はあれですね、学びがに来る仕掛け、はい、自分の経験を交えていただきます。はい、話せる範囲で。あ、歌いよ、無糖が無糖だよ、無糖だなって言われてる。水いる、水そろそろ終わりましょうかね。パックでしょ、ずっと最近キャリアセンターの CM 撮りしてました。おお、今日できるんで、新しいオープニングとエンディングの音取りもできたらいいですね。はい、時間大丈夫ですか。大丈夫です。20秒前です。おい、これさっちゃんの声、さっちゃんの声。10秒前です。な、なまってない、なまってない5、4、3、2、1、どうぞ。はい、本日のゲスト学び場沖縄様が、はい、運営してます中高歴代学園の生徒の皆様です。イエイ、お願いします。はい、なんですけども、リバさん、ウッシーさんってどういう方なんですか。ウッシーさん、立ち位置的に、立ち位置的に怖い立場でしょうね。ですよね。はい、はい、こんなに優しいのに、こんなに優しいのに、今日やっぱりすごい人なんですよね。ちょっとリスナーさんに、はい、ちょっとだけ歴代学園の、はい、説明をしてほしいんですけど、はいはい、普段ですね、学校で、まあ、いろんな、活動をされていると思うんですけど、はい、まずですね、学び場
沖縄さんが運営している中高陸教学園はいろんな生徒が来ると思うんですけど、はい、まず皆さんになんでこの学校に来たか、いきさつを教えていただけたらありがたいです。まずは新也くんから。マジっすか。マジっす。なんで普通の話したりさ。だから、うん、きっかけです。普通のきっかけでしょ。うん。自分がまあ歴史学園をとり学び場学園に来た理由っていうのはまあ、うん、学校でも友人関係が悪くて、うん、それから不登校になったなって、うん、まあ学び場学園に来たんですけど、うん、まあ。学園でいろいろ学んで、うんうん、今ここにいるって感じですかね。なるほど。おー、いいですね、素晴らしい。よく喋った、はい、すごい頑張った。だからよ、過去のね、このそうですよ、うん、ことを認めて自分で言葉にするっていうのは素晴らしいですね。本当に、はい、なんですけど、まあ、一気に聞きますかね。そうですね、はい、そうですね、はい、そしてりゅうくん、はい、学び場沖縄に、はい、来たきっかけを教えてください。そうです、ね、かわいい。頑張れ頑張れ。学校でなんかちょっと、うん、クラスのみんなとなんか揉めたりして、うん、それで不登校になって学び場に来たって感じですよ、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、よく言いました。はい、はい、そしてまあ貫禄がすごい出てる流星くん、はい、教えてください。話せば長くなるけど、なんかどうすればかな、はい、あ、まずシンプルに言ってくれたら、どんどん聞きますどんどん。簡単に言えば、うん、悪さしてて、うん、おー、まあ、落ち着けみたいな感じでまあそうだな、通りやすい、わかりやすい。学び場入った瞬間喋りかけるな、オーナー出しながら歩いてきた感じだから。そうなんだ。僕、ウッシーに言われるから、はい、超怖かったわけ。本当に喋りかけんなって感じ。ウッシーが怖いって言うんだ、うん、そう、なんかね、俺に触れるなぐらいの感じ。だってただ、お、ニュースでおはようっつってもあみたいな。そうそう、ツンツンしてたんだ。そうそうそう、もうね、表情違うから今と。へ、全然別人ですね。あ、そうなんですね。そうです。はい、学び場に来て変わったんですか。うん、まあ、変わったかな、自分でも思うなりには。へえ、すごいね。そう、本人自覚しちゃうぐらい今違ってるっていう、ね、びっくりした。そうなんです。あ、はい、そうなんですね。ちなみにすごい気になるんですけど、はいはい、まあ、言える範囲でいいんですけど、はい、まあ、どんな感じだったんですか。どんな感じ、どっちの方面で、うん、まあ、悪さの部分、悪さの部分、悪い方。いや、興味あるんですよ。あ、まあね、うん、すごい興味ある。ラジオで許されるレベルで。本音ラジオ。本音ラジオで許される。本音ラジオだからね、うん。これしてもいいんだとか思う生徒もいると思うんで。こういう、あ、同じことしてるみたいな。はいはいはい、うん。学校ではやってないけど、うんうん、もうそこら辺、うん、沖縄市とかだったら、もう暴走行為とか、うん、バイクも普通に。なるほど、うんうん。突っ走ってた感じなんだね。そうですそうです。風切るのね、気持ちいいから。そうそうそう、そう、うん、突っ走って。でも今はまたちょっと考え直したんだ。そうそう、うん、誰にも迷惑かけてないって感じ。そうね、そこでかいね。そう、一時はね、いろんな意味で突っ走ってたから、そうそうそう、いろんなところでね、多分ね、うん、迷惑がかかってた人はいたんじゃないかなと。あ、そうな、直接見てないけどね、うん、話すとね、多分1時間かかっちゃうんですよ、本当に。うん、あとね、多分ラジオに出すとね、うん、いろいろ問題が起こるかもしれないから。ガチでじゃあもう突っ走った人、ね、そう、ガチで突っ走った感じですね。そうです、はい、あ、でもすごいですね、それを本人が認めるぐらい変われたっていうのを、うん、そうです、それが歴史学園なんですね、うん、はい、ですね。まあ、ちょっと私最初ちょっと油断しててパッて答えちゃったんですけど、まあ、ウッシーがどんな人って質問に対して、うん、まあ、怖い立場でしょうねって言ったんですけど、うん、まあ、まあ怖い立場は間違いないんですけど、まあ、まあ、めんどくさいというか、そうそうそう。その辺のね、悪口は後で悪口コーナーがあるから。すいません、きっちりね、悪口コーナー、悪口コーナーでやろうか、そこ。ちなみにビバさんもね、はい、ビバさんの悪口も準備しといてよ。でもね、すごいね、人と思うのが、うん、私も教育実習行って免許とか取らせていただいたんですけど、うんうんうん、先生とこの生徒の距離感がもうすごい仲がいいですね。まあそうですね、近いです、うん、はい。まあ、だからそもそも先生っていう立場でいないですから我々。そう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 、うん、あ、そうなんですね。そうです、そうです。先生ってまず呼ばせないし、
先生って呼ばれ、うん、呼ぶと、うん、この人たちは僕に怒られる。先生って呼ぶな。そう、ウッシー、ウッシーってね。すごい。ウッシーさんってつけても怒られるからね。あ、そうなの。さんいらねえし。最初戸惑わなかった？だって戸惑いましたね。うん、でね。でも今でもさんってつけますよ。そうなんだ。まだつけるわけ。そうなんだ。いやもうつけなくていいしみたいな。ね。うん。流星でも結構最初からウッシーだったけどね。あ、流星はもう最初からちょっと親近感リバーで、うん、近い感じで、うん、内心どうだった、やりやすいと思った、それともなんだこ の, かいあの学校と思った最初、うん、何このおっさんたちって全くな、うん、まあ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 正しいね、正しいね、はい、なんか私も新鮮ですごいびっくりしてるんです。ああ、ちょっとまだリスナーさんのクエスチョンマークがふわふわしてると思うので、うん、じゃあ先生じゃないんだったらどういう立場なんだっていうね、うんうん、いうことなんですけども、うんうん、まあ、あの分かりやすい表現で言えばサポーターですね、うんうん、応援者はは、うん、は、うん、伴走者というか、うんうん、まあ、一緒に学んで一緒にレベルアップしていこうぜっていう立場っていうことです。素晴らしいですね、はい、いや、ぜひ昔に私も欲しかったですもちろんそこに対して、うん、まあまあその人生の先輩でもあるし、うん、いろいろまあ気になる部分があるの で,、うん、でそういう意味で我々的には正しい刺激って言い方してるんですけども、まあ、やっぱりいろいろ言うんですよ。で課題を課すんですね、うんうん、そういう意味ではやっぱりちょっと そういうなんか位置関係はありますけども、うんうんうん、でも基本的にはそういうなんかまあなんていうか、うんうん、こう指示を出してやらせるとか、うんうん、管理をするとかなんかそういうものではないっていう感じです、うん、ああそうなんですね、はい、うんうん、ちなみにですね、はい、この3人の皆さんは、はい、は前は普通 の一般的な学校の方に登校してたんですよね、うん、普通の公立の中学校、はい、うん、ね、そうだね、小中、この行っていた前の学校と比べて今の学校ってどう違うんですかね。あ、ここは龍から行こう、うんうん、あの現学びが、うん、そうだね、現役生、現役生教えてください話しやすいよね。昼休みが長い。昼休み長かった？本当？さっき突っ込んでたよね。変わらないんじゃないみたいな。まあ、うん。でも過ごし方が違うんだ、うん、あ、確かに。例えばどんな感じなの？過ごし方とか。前の学校は。前の学校はですね。まあ給食食べて終わりです。うん。そうだね。今は。今はまあ。弁当を食べた後にちょっと時間が空いてる時は読書とか、うん、まあ学習をしておりますよ。すごいですね。あ、そうだね。だフリータイムがやっぱり普通の学校より多いのは間違いないですね、うん、あ、そうなんですね。はい、なんか学校だとやっぱり給食食べた片付けを掃除しようみたいな、うんうん、なんかパッパッパみたいな、早いありますよね。早い。なんかそういうのとはだいぶ違うのかもしれないですね。時間割自分で決めるからね、この子たち。すごい、大学みたい。そう週の初めに1週間分のスケジュールを全員作るわけ、自分で。そうで、この時間何するっていうのを自分で決める。もちろんそこに我々が提供するというか、うんうん、一緒に参加する授業みたいのはあるんだけど、うん、基本これやれあれやれって僕たちないので、自分たちで決めるないといけないっていうのはね。そう、これ決めるのもなかなか難しいから。絶対難しいと思う、うん、時間もかかるし、うん、でまあまあそれで、まあ、振り返りもね、うん、いや、なるべくやらせるようにしてて、うんうん、例えばどんな感じの振り返りなんですかね。なんかシートがあってですね、うんうん、いわゆる、まあ、予定通りに行ったやつに関しては問題ない。でも予定と違ったことに対してはじゃあ何したんだと、うんうん、でそれが、まあ、自分にとっていい時間だったのか悪い時間だったのかみたいな、評価をしていくような、うんうん、はい、そんな振り返りです。なるほど。ちなみに新也くんは、はい、時間割り組むときに、はい、どんな教科を多くしてますか。まあ自分の得意分野、国語、得意分野、国語なり、お、苦手な算数てか数学もちょくちょく入れながら、はあはあ、あ、苦手克服みたいな、うん、すごいですね。これどっちか偏ったときってあります？やっぱり、あ、一応ねコメントはします、うん、これってどうなのみたいな。例えば、うんうん、まあ、学校にね、ま、歴教学園学び場にいる時の時間以外も、うん、もちろんお家に帰ってからの時間も自分で立ててるので、うん、なんか知んないけど帰ってから全部ゲームとか、うん、全部テレビとか
ね、そういう時は、うん、これってどうなのっていうのはかなりコメントします、ね、へえ。ダメとかじゃなくてね、うん、どうなの。普通の学校よりすごくないですかそれ。まあだからそういう意味では厳しいですよね、うん、そういう意味ではすごい管理されてますね。龍瀬くんはゲーム好きな人？ゲームそこまでかな。どちらかというと外で遊ぶ派だから、うん、おーアクティブなんだね。そうアクティブで、お家帰るのが遅くなるって。そうそう帰ってこないとかするだから。そうそうそう。え、アクティブすぎじゃないですか。そういうのもコメントするんですか。そうそうそう。だって、帰ってきたの3時とか、うん、さっきとか言うから、さっきとか言うからね、さっきってなんだよって本当に朝帰りですか。それも言うんだね。まあ、それはそうですよ。言えるんだ、先生に絶対言えなくない。普通、オープンだからな、俺、うん、大体が。すごい。まあそれも全部含め、ちょっと私生活も全部見てる感じですかね。まあやっぱり生活リズムで習慣を、うん、まあ要はいいレベルに当たり前にしていったらやっぱり全体的に上がるので、うんうん、習慣作りっていうのが大事にしてますよね。はあ、うん、なかなかないんじゃないですか、はあ、うん、なかなか今のこの中学生と高校生見たら、うん、生活ってやっぱ先生と生徒って別じゃないですか、うんうんうん、なんかどんなに夜更かししようが、うん、何をしようが見えないしバレないし、うんうん、あの過ごそうが自由じゃないかって多分生徒も思うんですよね、うん、はい、だけどこの学校は全部報告というか、まあ別に報告義務があるわけじゃないです、うん、ああ、でも希望で、まあ、希望というか、まあでも聞きます。で我々が聞きたいから知りたいしっていう、まあだからそのなんか先生としてってまさにそういうわけじゃなくて、うん、だからこいつがもっといい状態、まあ、レベルアップする生活習慣がいい感じになるためにはどうしたらいいかなっていうことで今どうなのっていうふうなことを聞いてるだけなので、うんうんうん、なるほど、はいはい、これは面白い学校ですね。見えるかってやつだね、うん、見えるか、見えるか、そう、いろんなものを見える化することによっては分かるものがいっぱいあるから、うんうん、ね、だから彼らはそれをずっといつもやってる感じ。すごい。何かその変わりました、前の学校と比べて。そういう習慣かいろいろサポーターたちが言ってからいい方向に行きました。あ、はい、おお、うん、どんなこと。朝早く起きれたとか。まあそうですね、うん、大事だよね。だからよ、絶対大事だよ。起きる寝る食うね、うん、一食中ね、ちゃんとこの辺大事ですよ。龍瀬くんは変わった？まだ変わってないところいっぱいあるけど、まあ大幅で見たらすごい変わったかな。すごいんですけど、コメントが客観的に見たんだ今、うんうん、でそう結構自分を客観視できる、うん、うん、ですね、すごいな。ぜひあの牛さん、私も一日体験させてください。授業してください。授業ですか。そう、全然あの外部講師来てもらうこと。恐れ多いですよ私が。あ、もう全然 OK ですか。体験談とか音楽とかね。あ、もう全然ありですありです。はい、そういうの。そういうこともできるんですか。もちろんもちろん。あ、はい、コックスエシャリーだけじゃないので。へえ、はい、いろんな授業うちありますよ。この間マーケティングの授業してもらって、やりたい、ごやっちにマーケティングの授業してもらった。そう、どんな感じだったんですか、ごやっちさん。龍が聞いたよね。聞いてみてどうですか、はい、もう全然悪いことでもいいですよ、うん、まあ、本人聞いてるんで。ごやっちどうだった。ためになりました。空気の読める生徒ですね。、まあ、でも絶対上手ですよね、うん、でしかも特に龍はいわゆるその YouTube を、まあ、ちょっとあのこれはこれから、まあ、仕事に絡めていければなというふうに思っていたので、マーケティングの上での、まあ、その動画配信っていう部分でもね、ちょっと話してもらえたんだよね、はい、うん、へえ。この間のごやっちの授業ね、龍に向けての授業だったからね。ね、完全に、はい、よかったですよ、ね、YouTube って言った瞬間すごい目がキラキラしましたね。、はい、やりたいことがあるんだね。はい、どんなことですかね。あー、ゲームを実況するんですよね。ゲームを実況、うん、面白い。例えばまあホラーゲームとか、ほうほう、そういうゲームを実況して動画で上げるんですよ、 YouTube に。あー、これは考えれなかったですね、私は。はい、私も知らない世界でしたけども。斬新ですね。でも結構まだ今、龍くん以外にもそういうふうに思ってて、うん、実際今やってる人は結構いるみたいです。そうなんですね、はい、絶対ニーズは高くなると思いますね。ですね、ニーズはかなりありますね、うん、
ぜひ将来が楽しみです。楽しみです、はい、はい。なんですけども、はい、ここで2曲目いきましょう。はい、最近ですね、私あの車をですね、はい、あのちょっとお父さんがいただいて、はい、でもこの車が古すぎて MD だったんですよ、うん、ああ言ってましたね、はい、MD MD 知ってる、覚えてる、そしてみんな知ってる、ミニディスク、そうそうそうえカセットテープ、違うそれよりは最近ちょっとなんかね、あの時代なんだろうね、なんだろうね、うん、もう死後ですよね、もう MD、 いやいや、まあ、死後ってことはないですけど、本当ですか、うん、であのその MD を撮って、はい、あの昔のエグザイル、はい、第一章大好きだったんで、はいはいはい、それでは聴いてください、エグザイル第一章で Together。長谷ちゃんが出てたドラマの、あそっかそっかドラマの、そうなんか曲のいいところ、そういう思い出です。あーなんかいつになく緊張感がいや興味持ったことを突拍子に質問する、いやもう上等上等です、でもそれを返してくれてるから、だからなんか頑張ってるさ、いやあの動画のとこすごいです、すごいな、なんかすごい興味があるんですよね、どっち YouTube の、 そのゲーム配信も、うん、なんか目がキラキラしたかな、まあ今はそれこそその YouTube の動画を見るのがもうメインタスクみたいな感じになってるから、うん、えそうなんですか、彼の中でで毎日キャラクター作ってる、自分で今ホラーゲーム作ってる、えシナリオを書いたり、いやー好きなことをしてる、次はあの、そうですね、授業をどんなことしてるか、もう少し深いです、あと何、あとあの、ウッシーとフィガーさんの悪口大会将来の夢は、告知とかあります、じゃあ BSC 藤枝塾はあの英語コース、ああ、そうかそうか、はい、うん、あれもいいけどまあ最後時間がちょっとあるようだったらそこを入れてもいいかもしれない、自分もちょっと宣伝か、はい、じゃあ塾の方のちょっと新しいコースがあの今度10月からスタートするそれの告知をもしタイミングがあれば、はい、はい、教科の内容とか普通の国語とかで、国語も普通の黒板使ってこんな感じ、あのこっちですね、はい、いや、両方ありますけども黒板使わないことが多いですね、要は対話というか、それこれについてどう思うのとかどう感じるのとか、それ聞いていいですか、あ、全然全然、国語、数学、英語、全部社会、なんかあの分けないんですよ、要はなんか例えばそれこそ台風っていうコンテンツに対して社会的な視点とか理科的な視点とか言ってますか、はいはい、科学的事業総合的なというか混合的なというか、はい、教科横断型っていう、あ、行政、そうだ、教科横断型、そう聞きたいです、この間ね、リュウザンがドイツに絡んでね、宿題が出たときに、聞きたい、ドイツも行ってきました、はい、行きました、はい、海外遠征的なこともあるってことですね、まあ、まだ行けてないけどね、この人たちは、でも、それこそ、あの、リョウヤとか、ああ、そうね、はい、ユウトとかやれたので、うん、まあ、うちの生徒、まあ、前か、うん、前は2年連続で行けたし、ドイツ行ったね、うん、2年連続で、あの、ドイツに留学、プチ留学、そう、交流授業、はい、そう、印刷やる、OK です、CM か、もしとビバの悪口大会は出るもんですか、いっぱい出ます、いっぱい出ますね
これが MC さん。一番怖いそんでるな。1日5回ぐらいですよ。じゃあまずはどんな授業なのかをちょっと答えてみます。はい、20秒前です。おい、これは私これつけれないですね、このシーンを。なんで恥ずかしい。聞けないですね。もうめっちゃ気に入ってるけど。10秒前です。でも笑ってるのはちょっと、まあ、慣れてないですね。5、4、3、2、1、どうぞ。はい、本日も9月3日本音ラジオ後半に入りました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、とですね、NPO 法人学びは沖縄様が運営している中高歴史学園、はい、私が一番気になる授業内容を聞いていいですか、牛さん。はい、はい、いわゆる教科ごとの授業ももちろんやるんですけど、うん、それぞれね、所属の学校の課題とかもあるので、うん、でも大事にしてるのは教科横断型タイプの授業ですね。だから科目何、例えば数学とか英語とかじゃなくて、うん、ある一つにテーマに対して国語的なアプローチ、うん、例えば英語的なアプローチ、うん、理科的なアプローチ、社会的なアプローチみたいな授業が多いですね、うんうん。絡めてこれですね、はい、あまりにも斬新すぎてですね、はい、私もリスナーさんも、はい、多分もっと興味持ってると思うんですけど、例えばどんな感じで、はい、その教科横断型の方向で教えてるんですかね。分かりやすいのは、はい、一つだけ、そう、すごく受けたのは、うん、たまたまね、長野から生徒がいたことが、長野から来てた生徒がいたことがあるんですよ、うんうん、ちょうど、ね、悩んでて電話が来て、うん、でじゃあちょっと体験入学しますみたいな、長野からわざわざ来て、うんうん、でその時はちょうど台風が来てたんですよ、うん、台風が、うん、ね、なので台風テーマで授業しようと思って、うん、台風ってなんで渦になるか知ってるっていうところから始まったんですよ。知ってます、皆さん。理科的な入り方ですね、うん、そう、理科的な入り方、うん、知ってる知ってる、あ、君たちやったよね。え、シーやってないっけ。忘れました。流星やった、習った記憶がない。ああ、そう、うん、ウッシーさんすごい今キラキラして言ってたんで、はい、覚えといて。そうそう、そう、まあ、全部が全部覚えてるわけじゃない、うん、でも今ね、リスノーさんも含めて台風がなんで渦になるかって多分ほとんど知らないと思うんですよ、うん、ね、僕もその時は、ね、知らなかった、うん、だから知ってることだけ教えるわけじゃなくて、じゃあまず調べようかって、まず自分たちで一緒に調べながらっていう授業が多いですね、はい、この場でですか、はい、そうです、そうです、話の流れで、あ、じゃあ分かんないんだったら一緒に調べようかみたいな、そういうの多いです、はい、だから結局調べ方とか、うん、そういうのも含めていろんな調べ方があるじゃないですか、今時代は、うん、それも含めてね、で学年もいろいろバラバラなので、うん、その時の知識、持ってる知識も違うから、うん、だから一つのものを調べてもいろんなものが出てくるんです、それをみんなでシェアしてやるみたいな、うんうん、コリオリ力っていうのがね、台風が渦になる理由なんだけど、コリオリ力、そう、はい、そう、ね、あ、これ調べてください皆さん、はい、リスナーの皆さんもです ね、調べてください、勉強になりますね、はい、面白いです、ね、でそこでちょうど、ね、うん、地球も、地球儀も出てくるし、うんうん、社会的地図も出てくるし、偏西風だとか、そうそうそう、あ、そこから話を広げていくんですね、そうです、まあ、社会の話とかで、角度がどうのとか、で数学的な話とか、反応的に生徒 の顔はどんな感じですかね。まあ最初戸惑いますよね、それは、うん、あ、はぁみたいな、そうそうでも興味は湧くかも、うんうん、やっぱり生活になんかが直結してる内容ってやっぱりちょっと興味湧きやすい、うんうん、でこの教科横断型ってことは、まずはその、まあ、理科の方で入っていって、またどんどん広、例えば国語とか英語とかにいろいろ飛びますね。だからその時のテーマによってはいろいろですよ、そう、純粋にそこ掘り下げる時もあるし、そう、ね、リュウなんかは最近宿題が出て、うん、そう、今度ドイツの子供たちが来るので、じゃあせっかくだからちょっとドイツのこと調べようよって言って、ドイツ、そう、ね、広すぎるので、うん、特に第二次世界大戦のところ、ベルリンの壁なんでできたのか知ってる、なんで崩壊したか知ってるっていうところを調べるっていうのが今宿題で出てて、うんうん、でそれにそこからね広げてってくれればいいな、第二次世界大戦とかね、へー、
もう直接沖縄にも関係することも出てくるので、まあ、話の流れそれこそ段取り8部って知ってるかみたいな、そうそうそう、その国語的な話、何段取り8部っていう言葉あるじゃないですか、はい、その言葉をまず知ってるかっていうことと、うん、でそれが、まあ、知らないんだったらじゃあ調べてごらんよと、うんうんうん、でああじゃあそういうことなんだと、じゃあそれどうやったら活かせるかねみたいな、はあ、じゃあもう本当になんかクリエイティブというか、うん、あの答えはこれだよとかじゃなくて、はい、決まった答えがないですね。ああ、大体そうですね。やり方を教える感じなんですね。はい。まあやっぱりその今それこそ習ったことそれ自体、まあ学校の勉強も私は塾の先生がこんなこと言うのも変、もう変ですけど、本音で言っちゃうとやってる内容自体はそれを大したことないんですよ。ほう。はい。覚えればいいわけだからね。そう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 。でもそのなんかこう、こういう内容をこの時期にちゃんと覚えられるかとか、うん、なんでそういう理屈なんだとかって考えられるかとか、うん、そういうプロセスですよね、調べ方、うん、調べられるかとか、うん、でそういうなんか力とか方法とか、うん、そういうのを学ぶのが今のこういう学生期なんじゃないかなってすごく思ってて、うんうんうん、はい、いやー斬新ですね、すごい、はい、もしかしたらまた普通の学校以上にまたね、あのそういう力つくと思いますね。いや間違いないですね、はい、将来が楽しみですね。楽しみです。座っててね1時間過ぎる授業とか基本的にないので、へ、学校ってほらやっててもね、やってなくても座って我慢できたらなんとなくね、うん、いいじゃないですか、うん、それないんですよ。座ってて聞いてないとかね、ダメだから、うん、すぐえこれってどう思うってそれぞれ聞かれちゃうので、うん、答えなきゃいけないから、うん、必ずだから参加型の授業なんですよ全部。そうなんです、参加してない授業とか、ね、ないんですよ、うちだから。今流星君がすごいうなずいてたんですけど、やっぱ楽しいですよ、前の学校より。前の学校よりは、うん、楽しい。へえ、やっぱり意見とか言いやすいのかな。意見しかってない。へえ、うん、だから意見しか求めてないというか、それこそ分かんないなんて言葉はないわけですよ。だってどう思うっていう質問に対してこう思うっていうふうに答えざるを得ないというか、うんうん、自分の考えがすごいつきそうな、そうですね、環境ですね、はい、で大変だと思います、うん、そう大変なんですはい、なるほど、まあ、変な話楽かもしれない、普通の テストとかは、あの授業のテストとかは覚えれば楽かもしれないんですけど、はい、ある意味そうですね、確かに、うん、でうちはいわゆるテストっていうものないですから。へー、はい、テストない学校ってあるんだ。そうです。で普段のだからいつも普段がテストみたいなもんです。ずっと試されてるみたいな。そうずっと試されてる。気を張りますね。どうね新也くん。ちょっと気を張る？いやもう俺が学校にいた頃はもう気を張るっていうかもう自由っていうか。ほうほうほう。気を張っていなかったっていうか、うん、あそんなになんか見られあのかん問い詰められる感じじゃなくて、あもちろんもちろん、うんはい、ちょっとフランクだけど、うん、だけど考えてあの、まあ、発信するのは自由という方、そうですね、うん、だから我々勝手にあこいつ成長してんなってニコニコしてるだけですだからできてないからどうこうとかじゃないです、うん、はい、でも流星なんか多分今役に立ってんじゃね、うん、役に立ってるかな。今楽楽じゃない、そういう意味で。楽。決まってるものやればいいんだもん、だって。うん、教えてもらうの楽でしょ。うん。自分でね。そうなの？うん。前とまた違う感じで。前、うん。違う。うん、すごい顔が生き生きしてるので、ね、楽しいんでしょうね、絶対。とりあえずあの、うん、自分の頭で考えないと進まない、うん、学校だから。うん、こう思うって言わないと僕いつまでも待つので、へえ、知らないってお前の頭の中のことだろうみたいな確かにさっき言ってましたよね、1日5回はウッシーさんに対してイラッとする、うん、そうそう、めんどくさいと思うと、あ、めんどくさいと思うか、いやめんどくさいと思うとするでもそれはすごい信念の証拠ですよね。そう、まあそうですね、ね、深夜もリュウもね、朝30分とか必ず説教じみてる状態だったもんね。あ、リュウは今現役だけどね。どんな感じだったんですか、新谷君。朝の30分、きつかった？ウッシーさん。覚えてないっす。リュウは本当にもうきついですよ。なかなか、うん、本当に。え、はい、お怒るの？説教というか。説教ではないんですけど、とにかくめんどくさいです。まあ、例えばを言った方がいいですね。例えば、それこそ、うん、おはようが暗いとか。すごいめんどくさいだから、めんどくさいですよね。
でもなんか朝の挨拶だからそこは爽やかに行こうぜ的な、うん、そういう話ですね。あ、大事だね、まあ、大事なんですけど、まあ面倒くさいですよね、うんうん、これが会社やったら大変やけどね、まあうん、でも学校だから確かにみたいな、うん、なりますね。今の面倒くさいから悪口大会に行くのが、うん、いいかもね。あ、じゃあこの流れで行っちゃいましょうか。う、ね、流れで、はい、じゃあ続いてのコーナーは、はい、エコーでいいですか。はい、中高歴史学園ウッシーとビバの悪口大会。イエーイ、って俺が言うのもなんだけど。いや、まずですね、このあの何ていうかな、あの、まあ、教える立場と、はいはい、教わる立場のこの関係で、うん、悪口を言えるこの環境はすごいよね。あ、普通に普通にびっくりしましたよ。なんかそう言われるとそうですね、うん、我々的には普通ですけど、そうね、普通ですね。はい、やっぱり我々も完璧じゃないから、うん、そこはなんか気に食わないことは言ってもらわないとってことはあれじゃない、ありますからね。そう、はい、まあ悪口言われても直さないとかあるけどね。じゃあまずは新也くんから、なんか日頃今だから言えることとかあるでしょ、卒業してからこそあの時も大変だったみたいなこと、どうぞ。そうですね、うん、ありすぎてうねえ言えない感じ。ちょっと考えとくか。じゃあなんか察してる感じがいいね。リュウ君お願いします。まあ毎日本当にうるさいです。はい、具体的には具体的にははい、こういうのねよく言われる。わかんねえよって、具体的に言えっていつも言われる。そういう、それ多分大事だと思ってるので。聞かれると思う、社会出たら具体的っていうのは。はい、最初は挨拶とかでも止められてたんですね、うんうんうん、そしてその後まあ会話とかそれ話すので、うん、そこを直すように言われたりするんですけど、うんうん、まあ本当にめんどくさいです。例えばどんなところをしてくる、敬語の使い方とか。それもあるし、うん、あのリュウは結構自分がいいと思ったことをすごい勧めるんですよ僕に。ね、はい、そう。でもそのなんでいいかがわからないから、なんでいいかの説明をきちんと説明しろと。そう、嘘、良さを教えろ、ちゃんと伝わってねえよっていうのはよく、よくある、よくある。すっごいめんどくさい。そう、すごいめんどくさい。本当にね、いいと思ったから言っただけなのにね。本当にみたいな思うよね。本当にみたいな。だけどなんでなの。うん、あのこの当たり前の会話がもう、まあ、ちょっとしたディベート。あ、でもでも本当それはもう分かっててあえてやってる感じですよね、うん、客さんしてね、だめんどくさいよね、そりゃ。承知の上で、承知の上です。はい、やっぱその理解力があって何でも聞き入れてくれて乗ってくれるって合わせてくれる人だけじゃないから、うん、うんうん、だからその中でのそのなんか伝わらない人代表を演じてくださってるってことですね、うん、はい、超大事だと思います。はい、めんどくさいけど会社とか社会出たらこんな人いっぱいいるからさ、だから、ね、全然今で、うん、そうだからやっぱり社会に出たらっていうところを僕たちはかなり見てるので、ほうほう、うん、その時に例えば100人いて100人がね拾ってくれる人ばっかじゃないじゃないですか。本当に思いますね。 その時にそれでいちいちなんで分かってくんねえだとか言ってもしょうがないから、うん、じゃあ分かるように説明できるようになれば早いでしょっていうところですよ、うんうん、それをいつもやってる感じ、訓練です、訓練、うん、素晴らしい、はい、リュウ君、あの最初に私があの名護からこうやって地元に、はい、地元から離れるときに、はい、まず最初に当たった壁がこれですね。ああ、そうですか。あのなんつうか、あの思ったノリ、思った会話が返ってこない、うんうん、あリズムってあるじゃないですか、地元の中部南部とかの、ね、こういったノリとかのこの合わない合うとかあると思うんですけど、うん、こういう返しなんだ、うん、あここ同感しないんだとか、うん、ここ突き止めてくるんだとか、うん、いろいろあるわけさ、うん、でもこれを毎日やってると全然多分あの動揺しないと、うん、伝わります。はい、まさにまさに。まあ、体勢とかね、勇気とかね、うん、うん、言えないもんね。伝わるかどうか分かんないけど行ってみれるとかね、うん、それも大事じゃないですか、うん、馴染めない人はずっと同じメンバーにいたりするんで、そうそうそう、なっちゃうから、こういう力がついたら多分いろんな人に話しかけれるはず、そうそう、なんですけども。はい、続いてですね、流星くん、はい、
すごいマシンガンできそうなんですけど、あの、はい、ビワさんとそのウッシーさんの、はい、もう俺言いたいこと、悪口というか言いたいことですね。そうだね、うん、この場を借りてでもいいんで本音で話してもらっていいですかね。来た時最初、うん、あのビーバーとウッシー、うん、二人で思った、もうなんだこいつらうざい。うざい、ありがとう、褒め言葉です。あだと思うわ、うん、うざいね。言い方すんごいかっこよかったんですけど。ああそう、統治法で今あ確かに思った。ためもね、ためもよかった。なんかいけてるね。ありがとうございます。え、なんでなん、やっぱりやっぱりなんかあれかな、まあ、荒れてたかのもあったけど、うんうんうん、なんかしつこい。そうね、しつこい、めんどくさい、うざい、最高だ。もう褒め言葉でしかないね、我々にとってはね。あ、嘘でしょ。褒め言葉でしかありません、はい、ほんとすごい。あ、もう結構ついてくる感じでした。あもうですよね、さっき挨拶もそうだけど、おはようとか言わなくて普通にそのまま奥の部屋行った時もずっとついてくるから、なんなんと思ってた。ついてくついてく。だそうだ。でも私がもし子供だとき絶対こういった反抗 の時期が来るじゃないですか、うん、で挨拶とかしてよって思うけど、うん、どう対応していいかわからないと思うんですよ、うん、でもそういった時ついていった方がいいですか。まあこれはもうどれが正解ってことはないと思いますけど、でもだから、うん、その我々がやってることが絶対に正しいなんてことはもう絶対思ってないんですけど、うん、もう単純に仲良くしたいだけなんです。そう教えてください、それめっちゃ聞きたい。何何、なんかついてくるってのにあの、うん、しょっちゅう話しかけられる感じ。そう、めっちゃウケる。うん、うん、そうザ・めげないですね。めげない、めげない、めげない、うん、すげえ。今日なんか久しぶりにね、流星僕につきまとわれてね、はい、野菜食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 い、アイス食い、アイス食いみたいな。そうそう、そうでしょ、カメカメコミみたいな。で、この荒れてる目線で聞きたいんですよ、あの生徒目線で、あの、うん、こんなにうざい人が来たらやっぱり折れるんですか。最初は、うん、聞きた、まあなんか立ち向かおうみたいな感じ、うん、そうなるよね、そう、そうなってしまったけど、うんうん、それずっと続いてたらなんか話とか聞いてたらまともだなって思ってしまったから、完敗してしまうみたいな。響いたってこと。まあそんな感じ。すごい今いい表現選んでくれたね。、うん、要はね、いい意味で諦めてくれたんだよね。正しい、正しいです。そうです、あ、しょうがねえなと、そう、うん、これで行くしかないなと。そうそうそう、なるほど。嘘でしょ、もうあと1分しかないです。だからさ、はい、はい、なんか言いたいことないんですかね。もう最後、あ、じゃあ深夜に、深夜に最後、はい、深夜に、はい、最後、おお、さっきちょっと保留にしたから、うん、まあとりあえず、うん、牛は昔と変わってないうざさ。いただきました、ありがとうございます。はい、変わらないね、なんですけども本日もですね、はい、もうなんか最高な時間をありがとうございました。まだまだ喋り足りないですね。そうですね、また来てもらえたらありがたいです。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、今日の、はい、週はですね、 NPO 法人学び場沖縄中高力王学園超なまったんだけど、大丈夫大丈夫、中高力王学園3人の方でした、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。早っ早っ。あっという間で終わってしまいました。あれすごい、あれ確かの話初めてきた。あれ確かの話あれだ、だって荒れた人の話こんな落ち着いて聞けないですもんね。確かに。だから、ね、しかもなんか何年か経ってとかテレビで俺はヤンキーだったとかを聞くんですけど、テレビでなんか最近ついにこの前だからね、すごい貴重ですね。だからね、嬉しい。しかも全然謙虚だし、そうなんですよ、もともとね、やっぱりそのそっち系の揉まれてきてるから、上下関係みたいなね、もともと結構しっかりしてたんで、しっかりして